はい、えー、それではいきます。皆さんこんにちは。二、えー、年目以降のタケ士リベンジプロジェクトというとですね。あのガイダンスですね始めたいと思います。えー、私レック専任講師の林でございます。どうぞよろしくお願いします。はい、えー、まあお手元にこういった形のレジメ、えー、よろしいでしょうか。お手元にございますでしょうか。 あのこのレジュメに沿ってちょっと話をしていきたいんですけれども、まあ、2年目以降の「たっ士リベンジプロジェクト」ということは、まあ、あの試験受けられてでうまくいかなくてで、まあ、2年目もう一回再チャレンジするんだなんていう感じですね、えーまあ、再受験あの受験経験者の方へのちょっとその対策といいますか、えー、勉強方法といいますかそういったものをちょっとまとめてみたいと思います。あのまあ、よく話しているところなんですけれども 本当に本試験最近の本試験はなかなか難しいですよね。えっ、ー、とまあ去年の試験がまあ31点が合格ラインなんですけれども、えー、まあなかなか難しい問題が多かったですよね。宅義業法が個数問題が増えてたりとか、で権利関係もなんか過去問で勉強したことをそのまま使える問題っていうのが少なかったですよね。ですからまあ。 総じて難易度が上がっているというのはもう間違いないと思いますでその中でですねやっぱりですねそのあまり好ましくない感じがするんですけどもあの問題が難しくなりすぎますとそのなんか運が左右してくる要素が増えてくるわけですよね、まあ、実際問題三十一点で合格ラインに乗った方と三十、まあ、点で涙を飲んだ方二十九点の方もそうかもしれませんけども 別にそんなに実力的に差があるわけじゃないですよね。えー、まあどちらかと言いますとまああの多少運の運が左右している部分がありますよね。そこにやっぱり1万人とか一、えー、点差で1万人とか出てきちゃうわけですから、ちょっとやっぱりねあの実力はそのまま反映されないというところがあって、えー、まああまり好ましいことじゃないかもしれません。あの合格した方とも何人か話したんですけどねその去年 の試験で受かった方と何人か話したんですけども「あの努力がちゃんと報われる試験であってほしいよね」なんていうふうにあの今年あたりの去年あたりの試験を見てみますとなんか頑張ったから受かっ,た受かってで頑張らなかったから落ちたっていう感じが少しな,んかなくなってきてるって言いうかですね まあ、そんなことを合格した方もおっしゃってたぐらいで若干その辺があの思うところはあるんですけども、まあ、そんなこと言ってもしょうがないので、えー、なんとかしてねそのしっかりと勉強していくしかありません。であのやっぱりですねあの去年1点差で涙を飲んだ方もいらっしゃる,かもしいらっしゃると思いますし、まあ、23点足りなかった方もいらっしゃるしあるいはあのもっともっとあの差が開いた方もいらっしゃるかもしれませんけどもまああのいずれにしましても。 やっぱりです、ねえー、今年は本当に受からなければならないという方がほとんどでしょうからそうしますと何とか合格できるようにっていう合格するための勉強法というよりはですね絶対に受からなきゃいけないわけで,あるで,でしょうからそうしますとあの間違っても落ちない。 ような勉強すする必要があります、まあ、抽象的でわけが分からないかもしれませんけど要するに、あのー、多少運が悪くても多少運が悪くても合格点は割らないとで運が良ければ40点超えちゃうというぐらいの高いレベルでの勉強をしませんと安心できないですね。まあそんなことでちょっと話を、まあ、どんな形で勉強すればいいかっていう話をちょっとしておこうと思うんですけどあのこのレジメなんですけどね、まあ、これ2015年。 の本試験の問題をちょっとやってみようと思うんですね。これ問いの11番になります。えー、皆さんあの去年試験を受けた方は多分もう覚えてないと思いますんで、ちょっとここでご自宅でビデオを見てる方は一時停止ボタンを押してで2、3分かけて問題をちょっとやってみていただけますでしょうか。あの教室でこれ聞いてらっしゃる方は見てらっしゃる方はそれできないかもしれませんけども、もしビデオを止められる方がいらっしゃいましたらちょっとこれ止めてください。 以上かはいそれでは、えー、と問題をやっていただいたことを前提にちょっと話してみます。はいえー、これは権利関係の問題で問いの11番になりますけれどもまあこれ事例問題ですよね。A が B との間で A 所有のまあこう建物について、えー、期間が3年間ですね。まあ、期間3年間。 で賃料が月額10万円という条件で賃貸借契約を締結したというのがまずこの本文ですよね。で、まあ、登場人物が A さんと B さんの2人しかいませんのでそれだけだったら、まあ、図を描かなくてもいいんじゃないかっていう気はするんですけども足の3番に C さんが出てきますよね。 でこういういうに登場人物が3人出てきた場合はやっぱりこういうふうに考えてください。え事例問題では必ず図を書いて欲しいててしと言ってますね。まあ、よく話をするのが登場人物が3人以上出てきたら図を書いてほしいっていう話を僕はよくするんですけど、まあ、そんな形で考えてください。で誰が売り主で誰が買い主か、まあ、この場合であれば誰が貸主で誰が借り主かですよね。誰誰が誰に債務を負ってるのかですね。 頭の中で考えているだけではうっかりと登場人物を取り,取り違えてしまう危険がありますので、できる限り図を書きながら問題を解いてほしいということなんですね。で、えー、まあ、本文、そのまま使えるのが足の1、2、4になります。まあ、こんな形で図を書いたらいいんじゃないかなっていう形で、あのまあ、参考までに図を書いておきました。で、足の3番だけ登場人物の C さんが登場しますので、 まあこんな感じの図を描いたらいいんじゃないかなってことで一応書いておきましたでしょうか。はい、で、えーまあ、中身をちょっと見ていきたいんですけどもこれ結果的に答えが4なんですよね、まあ、正しいものはどれかと言ってますんで、まあ、4が正しいわけですね。で123が誤ってる。というのがまあ答えなんですけども。 ということは4が正しいということが分かれば答えは出るしあるいは123が誤っていることが分かれば答えは出ますよね。でちょっとあの4を見てみたいんですけども、えー、AB 間の賃貸借契約が B の賃料不払いを理由として解除されてますよね。解除された場合 B は A に対して A の同意を得て B が建物に付加した増作買取を請求することができないってことですね。これは四番の足なので、まあこの図が使えますよね。ちょっと見てみますと、まあ借り主の B さんが A さんという大家さんからこう建物を借りているわけですよね。で、B さんは建物に まあ造作を付加したわけですよね。例えばエアコンとかまあ何でもいいんだけども、まあそういったものを大家さんに了解をいただいて、でエアコンが付いてないので自分でお金払うからエアコンつけさせてくださいというふうにお願いしたわけですよね。で、えー、ところが B さんが債務不履行を起こしました賃料をの支払いを怠ったわけですね。で債務不履行を起こしてこの契約がまあ解除されたわけですね。 解除されました。その時に造作買取請求権は行使できないと言ってますね。で、これってあの宅建試験の過去問でおそらく出てないと思いますんで、この知識は知っておく必要はないと思うんですよ。ただですね。一応、この2ページの知識を見て、2ページのこの基礎知識の確認というところなんですが。 ここに一応基礎知識を書いておきましたんで見ていただきたいんですけどね <laughs> はい、えー「造作買取請求権」というのがありますで建物の賃貸人のまず同意がいりますね同意勝手につけちゃまずいですからね同意を得て建物に付加した畳建具その他の、まあ、造作がある場合ですね造作がある場合は建物の賃貸人は建物の賃貸借が期間満了。 または解約申し入れによって終了するときに建物の賃貸人に対しその造作を自家で買い取るべきことを請求することができるんですねいいでしょうかつまり造作買取請求ができるのは期間満了か解約申し入れとううに限定してますよねでこれ判例がありますその下の判例見てみてください 賃貸人が賃借人の債務不履行。を理由に契約を解除した場合は、増作買取請求権は認められないんだっていう。そんな判例があります。で、これってあのさっきちょっとお話ししましたけども、あの知っておかなきゃいけない知識ではないと思うんですよ。過去問に出てないからですね。だけどもすごく似た話で建物買取請求権の話は過去問出てるんですよね？ でこれレックとかそういったあのこう受験指導校ではよく話をよく説明するところなんですけども建物あの借家じゃなくて借地の話ですよ。土地を借りてで建物を建てる場合ですね <laughs>、まあ、ちょっと書いてみましょうか <laughs> あの。全く書き写す必要はありませんのでちょっと画面を見てほしいんですけどもまああの、まあ、貸主さん。 貸主さんがいましてで貸主さん、まあ、仮に A さんにしましょうか、えーまあ、地主さんですね土地の地主さんから、えー、土地を借りますで土地を借りて建物を建てますですねだから、えー、これ土地を土地を借りてるんですね L は賃貸だと思ってください。A さんという貸主である地主さんから B さんは土地を借りたんですね。土地を借りて建物を建てました。だから B さんがまあ借地権者ですよね。まあ借地人、土地を借りている人ですね。まあ借地人、まあ借地権者にしましょうか。えこれ借地契約になりますね。ちょっと字が下手くそで申し訳ないんですけど。 これ借地契約ですで。B さんはこの土地の賃貸借契約が、まあ、期間満了とかで更新されずにで解除になった場合には地主の A さんに対して建物を買い取ってくれという請求はできるんですよね。だけどもこれに関しましてこのもしこの時代の不払いですね B さんが時代の不払いをしてですねこの土地の賃貸借契約がこれ債務不履行で解除された場合ですね債務不履行債務不履行で解除された場合には土地のごめんなさい建物の買い取り請求権の行使ができないっていう知識これは割とポピュラーな知識でして。 これとパラレルに考えることはできるんじゃないかっていう気はするんですよね。あの土地の買いと、あ、ごめんなさい。あの建物の買取請求権も、え、造作の買取請求権も、どちらも正当な権利ですよね。ね、借地人とか借屋人の正当な権利ですよね。でも、その正当な権利を行使するためには、やっぱり自分もやるべきことをちゃんとやっとかなきゃいけないじゃないかっていう価値観は同じなんですよね。そもそも。 払うべき家賃とか、払うべき時代を払わずに、ね、債務不履行を起こしているにもかかわらず。自分の権利だけは主張するっていうのは、それはちょっと、道義的におかしいんじゃないかっていう価値観ですよね。これって、パラレルに、何とか、えー、考えられるところなんじゃないかな、という気はするんですよね。ですから、まあ、この、えー、問いの四、明日の四番のね、明日の四番の。この、増刷買取請求権を行使することはできないっていうのは、まあ。 あの絶対に丸っていうふうに自信を持ってつけることはできないかもしれませんけども、まあせめて三角ですね。まあ、あの変なことを言ってないなっていう感じで理解できるところなんじゃないでしょうか。はい。でまあ時間なくなっちゃいますんで先行きますね。足の一番。はい、えー。A が B に対し賃貸借契約の期間満了の6ヶ月前までに更新しないものの通知をしなかったんですね。えー、つまり。 えー、法,定法定更新されちゃいますね通帳しないと。その時に A と B は、まあ、期間満了期間3年ですねから賃料月額10万円の条件で、えー、契約を更新したものとみなされる法定更新された場合ですねそのと,ところの基礎知識が、えー、と次のページの2ページの、えー、条文の26条にありますが。 はい、建物賃貸借の更新等で建物の賃貸借について、期間の定めがある場合において、期間の定めありますよね。期間の定めがありますよね期間の期間の定めは3年間ですよね。3年間です。ある場合において、当事者が期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に相手方に対して更新しない旨の通知、または条件を変更しなければならまあ、更新をしない旨の通知をしなかったときは従前と。 同一の条件で契約を更新したものとみなされてしまいます。ただし期間だけは定めがないものになるんですよね。これは過去問に出ている知識です。これは二千二年だったかな。過去問に出ています。これは分かってなければいけない知識になります。そうしますと期間は三年ではないってことですよね。ここは違うわけですね。でこれは基礎的な知識になりますので。 まあ、できなければいけないんですがこれもさらっと書かれちゃうとね法定更新だから同一の条件なんだってところでさらっとあの2番ですね2番の足ですけれども賃貸借契約を期間を定めずに合意により更新した場合ですね A が B に書面で解約の申し入れをした場合は申し入れから3か月ですね 後、えー、に賃貸借契約は終了すると言ってますね。これは次の第27条を聞いています解約による建物の賃貸借の終了ですけども、えーまあ、解約申し入れした場合ですね建物の賃貸借は解約申し入れから6か月ですよね。いいでしょうか。これ賃貸人がですよ。 貸主さんの方から解約申し入れした場合は申し入れから6か月なんですねこれ逆に賃借人の方だったら3か月になりますよ。いいですか民法適用ですからあくまでも賃貸人の方からだかららだ月なんですよねでそこを引っ掛けてくる問題なのでこれ3か月が違うわけですよね。でしょうか。はい、でえー、っと足の3番は。 これもちょっと応用が必要な問題なのかもしれませんけども C が AB 間の賃貸借契約前ですね前に A と高建物の賃貸借契約を締結していた場合 A が B に高建物を引き渡してますよね引き渡しても C は高建物の賃借権を B に対抗することができる。C C はは、ですね、 B に対抗することができる。これあの対抗することができるって時にどっちがどっちに対抗することができるかを聞いているかってところをちゃんと書く必要があります。ですから足の三番見てみてください。でしょうか。足の三番の図ですね。えー、まあ C さんという人がいまして、C さんは A、B 間の契約の前に賃貸借契約を結んでるんですよね。だから。 第一借り主です。ね、A B A C 間の契約は先なんですよね。で、後から A B 間の契約二番あります。だから A B 間の賃貸借契約は後なので、B さんは第二借り主なんですよね。一緒か。で、その時に、えー、C さんは B さんに対して自分の方が先に借りてるんだからというふうに言ってですね。 この自分の賃借権を B さんに対抗できるっていう話をまあしてましてまこれはできないという結論なんですねそれは結論は引き渡しが第二借り主の B さんにあるからですねちょっとこれ見てみましょう2ページの31条を見てみますとまあ条文そのままです建物の賃貸借はその当期がなくても建物の引き渡しがあったときはその後 その建物について物件を取得した者に対し効力を生じると言ってますんで、建物の賃貸借は引き渡しが対抗力を持ちますよね。これよくあの過去問でも出てますんで、ま皆さんご存知だと思います。ただえ応用ですよね。二重譲渡だったら誰でもわかりますよね。二重譲渡だったらまあ当が対抗要件になるという話で。 え、登記を先に備えた方が勝ちますよね。でも、二重賃貸でもやっぱり同じなんですよね。え、それは、やっぱ応用なんじゃないでしょうか。ね、スムーズに、あ、あの話だってわからなくてもいいんですよね。でも、二重譲渡の場合にも、まあ、どちらもね。その、まあ、食うか食われるかの関係なので。対、対抗関係で。で、基本的には売買の場合は登記で決着がつく。 ところがが賃賃貸のの場合は対抗力借、まあ、権だかえ建物は引き渡しですよね。ですから今回の場合は引き渡しがありますんで引き渡しをもって対抗力を有する第二借り主に対して対抗力を有しない第一借り主の C さんはえ自分が借りてるんだというふうに B さんに対して主張することはできないわけですね。対対抗抗関係で対抗力を先に備えた方が、 優先すするからですね、はいまあ、そんな形で、えー、どれもこれもそんなに難易度が高い難しい知識を聞いているわけではないんですがちょっとやっぱ応用が入っているこういう問題がすごく増えている感じがしますでしょうか。でねなんでこの問題を取り上げたかといいますと実は合否を分けた問題だからなんですよね。 これ2ページの下の方に書いてありますけれども、はいえーまあ、この問題は2015年の本試験において合格者正答率と不合格者正答率の差がまあ3番目に大きかった問題だったんですね。で最近の特にこの権利関係の問題でここまで差が開くケースは非常に珍しいです。まさに合否を分けた問題だというふうに考えてもいいと思います。これ いつもですね。あのまあ、これ順番から行きますよね。合格者正解率と、えー、合格できなかった方の正解率の差が大きい順番に並べてあるわけですね。で、大きい順番に並べています。と、の上位10番目ぐらいにやっと権利関係が入るか入らないかっていう感じなんですよ。ところが、この問題は3番目に入っているので非常に何て言いますか？あの 合否を分けるポイントになった問題だと思うんですえねちなみにどうして合格者正解率と不合格者正解率の差を僕らが着目するかってことなんですけどもあの要はですね合格,者も合格者も不合格者もあまり正解率が変わらないっていう問題は結局あんまり勉強してもしょうがないってことになると思うんですよ。あの 合格者の方はそれなりに一生懸命勉強してるはずですしで合格できなかった方は、まあ、一般論とすれば合格あの勉強時間が少なかったとか勉強不十分だったっていうふうに、まあ、一般論としては考えられますよね。ところがその両者の間に差が開かないということは勉、えー、勉強しても勉強ししててももなななく変わらないってことこになりますよ、ね、じゃ逆に差が開くということはそこで勝負が決まるってことですよね。ですから この合格者正解率と不合格者正解率を差に、僕らはいつも着目をするんですよね。で、まさにこの問題が大きく、差が差を開いた問題であるという風に考えることができると思います。で、結局今あの足の1番から足の4番まで見ていただきまして。そんなに難しい問題ではなかったはずなんですよ。一足ごとに聞いてみればあ,あそりゃあそうだよね。 確かに言われたと言,われた言,わ言うことはわかるよっていうそんなレベルじゃないでしょうかところがこ、えー、これががやっぱり勝勝負負をを分分けけるんですすよねうういう問題が勝負を分けていきますで結局のところですね3ページにも書いておきましたけど、はいえー、問われている知識はそれほど難解なものではないので結果的にはやっぱり得,で得点できなかった場合というのは、まあ、理解が不十分であるか。 記憶が正確ではなかったんじゃないかというふうに考えられるわけですね。で結局のところやっぱり基礎的な知識を正確に理解して正確に記憶しておくところでその合否の決着がつくというふうに考えていいわけですよね。であんまり幅広くあの薄い知識があってもしょうがないので。 範囲は狭いね。ただし、えー、深いね。きちっとわかっている。ここだけはきっちり理解して覚えてるっていうそういった知識を、えー、固めていただく。それがやっぱり合格には大事な、えー、勉強方法になると思うんですよね。あの曖昧な知識がいくらあっても本試験では使えないじゃないですよね。やっぱね。 あの確かなんかそんな話があったなでもどうだったかなとかねそんな知識がいっぱいあっても悩むばかりであの全然役に立たないんですよねですからやっぱり知識は少なくても構わないので確実に覚える確実に理解するで本質を理解するっていうのかなあの権利関係に限らず、まあ、ちょっとさっきも話しましたけども自分がやるべきこと自分がやるべきことやってないんだったら 相手にその自分の権利を権利ばかり主張する、ね、義務を怠ってるにもかかわらず権利ばかり主張するのはおかしいじゃないかっていう価値観はこれ誰でもわかると思うんですよねこれも十分に理解した上でたてさっきの建物買取請求権の、えー、理解ができているんであれば造作買取請求権にも応用が効くんじゃないかっていうふうに考えるんですよね。 あのまあ基本的な知識はそんなに多くいらないですね。はい、で,ですから、まあ、あの過去問をししっっかりりと勉強してていいただく必要性は相変わらず変わわららずななよって話になりますえ学習スケジュールなんですけども3ページのところに書いておきましたが結局のところですね合格を確実にするためには300時間以上の勉強時間をやっぱ確保してほしいと思います。あの 自分はもう1年目に結構勉強したから今年は100時間もあればいいんじゃないかとかえっとまあ、ひょっとしたらそうなのかもしれませんでもね、えー、そうは思わないでやっぱり300時間はやろうというふうにぜひ考えていただきたいと思うんですねそれがやっぱ落ちない勉強法になりますでスケジュールをざっと、えー、書いておきました4ページですね4ページにざっとスケジュールを書いておきましたけどもまあ、これあのー 2016年の1月に収録してますんで1月から勉強を始めた場合のことを書いてあるんですけども1月から勉強を始めてで本試験までにもし300時間を勉強しなければいけないんであれば300日しかないんですよそうしますと1日1時間勉強しませんと300時間は確保できない形になります。毎毎日毎日1日も休まずに 1>, 1時間の勉強時間確保するって実は結構大変なのでまあ風邪をひくこともあるかもしれませんし残業が忙しくて勉強時間どうしても取れないってこともあるかもしれませんしですからやっぱり、えー、曜日の日のを設ける必要があるわけですよ、ね、そうしますとそうですねやっぱりできれば1日2時間ぐらい勉強時間取っていただいてでまあ週に2日ぐらいは勉強しない時間日があってもいいんじゃないですかねそう考えればね。 こんな形でうまく勉強時間を作るようにしてください。あの机に向かって勉強する時間と隙間の時間をうまくコントロールしてください。えー、まあ講義を受講する場合はね、通信受講であってもやっぱり机に向かってほしいです。机に向かって勉強あの講義は聞いてほしいです。でもその講義の復習とか。 あるいは、えー、過去問の演習とかそんなのは通勤時間の電車乗りながらでもできるわけですから、えー、その細切れの時間をうまく使ってそれで例えば1日2時間なら2時間という勉強時間をぜひ確保してくださいでしょうか大変かもしれませんけれども何とか頑張ってお願いしますであとは勉強を継続できる環境づくりっていうのがとても大事でして。宅建し 試験の学習で一番大切なことは何と言ってもやっぱ学習を継続すすることなんですよねあの割とですねやるときはガーッてやるんだけどやらなくなったら1週間ぐらい勉全然勉強しないとかそういうムラの,ムラのあるる勉強をすす人が結構多いんですよそれは好きで村があるわけじゃなくて忙しいからなんですよね仕事がガーッと立て込んじゃってどうしても勉強できないっていう日ができちゃうわけですよね。 でそれがやっぱりあの何て言うかな実力が積み重なっていかないところもありますんで一日本当に30分でもいいので勉強から離れないというふうに環境を作ってください。で、えー、と人間の意思で、えー、その勉強するっていうのはなかなか難しくて勉強せざるを得ない状態を作るっていうのがねコツなんですよね。あの そのうち、ね、毎日歯を磨かないと気持ち悪いのと同じように少なくとも30分ぐらい勉強しないと気持ち悪くなってきます。ちちゃんんと習慣づければばねそ,そうななってしまえばあの勝ちなんですよねですから初めきついかもしれませんけどもちょっと書いてきましたけど例えばね、えーっとまあ、あの学校に通える人はね講義がない日であっても自習室を利用できる方であれば。 毎日決まった時間に自習室に通って、で、もう勉強時間を一日の生活の中に自然に組み込んでしまって、その習慣づけちゃうっていうことなんですよね、えー。そうしないとなんか落ち着かないっていう感じにしちゃうんですね。で、通信事項でもいいんですよ。えー、通信で勉強されている方は毎週何曜日と何曜日の何時から何時まではディーブディーを見るんだですね。ね、えー。もうあらかじめなんかえっ、ー、と学習時間をブロックしちゃうんですね。 手帳に書い,ちゃいますでこの時間は何があっても、えー、自分の勉強時間としてもう確保してしまってで必ず机,の机に座ってでそのビデオを見る DVD 見るというふうに、まあえー、としてしまってください、えー、そういった形でなんか反強制的に自分を勉強に駆り立てるそういったその環境を作れるっていうのが予備校を使うメリットなんですよね。ですからあの なんかその難しいことをちゃんと分かりやすく教えてくれるっていうのはもちろん予備校で大事なことかもしれませんけどもそれもそうなんですけどねむしろね強強引にに勉強モードになっってててしままうううとという環境くくりとても大事ですうまく予備校を使ってくださいあの皆さんこういった形のパンフレットがあると思うんですけどもレックのこういったカラー作りのパンフレットとかに載ってますんで。 えと今年はですね、まあえー、と再チャレンジ合格コースなんていうのを作っておきましたのでレックのおすすめの講座は3種類ありまして、まあ、このパプレミアム合格フルコースとかですねあとパーフェクト合格フルコースそれから再チャレンジ合格フルコースこれ新しい今年作ったあの講座なんですけれども、まあ、基本的には 初めてタケ試験の勉強される方はプレミアム合格フルコースこれをお勧めします。でご自分でちょっと勉強しているとで、去年一通り勉強していると、あるいは、えー、去年は予備校に通って勉強したでも惜しくも合格を逃したということであれば再チャレンジの合格フルコースをおすすめします。でこの再チャレンジ合格フルコースっていうのは実はこのプレミアム合格フルコースの中の あのスーパー合格講座の権利関係がついてますんでですから、まあ、権利関係がちょっと難しいのでこのスーパー合格講座の権利関係がこっちついてますんでだからそんなに難易度が高くて、えっと、勉強が相当できてないとついてこれないというほどのことはありません。やっぱり基本的にはね、その、えー、基本が大はですからね 当然この再チャレンジの合格フルコースでも基本しっかりやりますからですからうんと難しいとかそんなことはありませんのでもし迷うようでしたらあとレックの視点のスタッフですとかあるいはアドバイザーですとかあるいはそうですねレックのフリーダイヤル電話していただいてで自分はこういうふうに考えているんだけどもこの講座でいいかどうかとかですねなんかアドバイスをするシステムがありますんでぜひ 我々の方にコンタクトを取ってみてください。はい、それではですね、本日のガイダンスはこれで終了いたします。皆さんどうもお疲れ様でした。